対1ストップ。あ、アイテム選択非常に早い。お寿司もはや手慣れている。さあ、吹っ飛びればいい。対1ストップ。あ、それせんでも、あのアドイン丸くでそれを押してもらって、そこであの会場だけでも入れるから。テキストに出力できます。始まるね。始まる。さあ、デデデランいきます。ジーフさあ、対戦相手の関わらずコーチングしていく、お寿司。さあ、めちゃくちゃコーチングしている。さあ、飛び越して。これで落ちたからめっちゃおもろいな。さあ、対戦相手のコーチングを欠かさない。デデデラン、シソの鏡。さあ、火があると。さあ、さあ、対戦相手にも、さあ、お寿司が船を取っていく。さあ、船を取って、下に足場を作っていく。さあ、ストップ。さあ、上には、ゴム兵が待っている。あーいや、めちゃくちゃコーチングしながら普通に勝ってるの面白いんだけど。さあ、しっかりお寿司が取っていく。さあ、過去にマンガリットシュートのお寿司で完走してますからね。お寿司選手。ほんまによ。これでやって、そうだ、多分いけます、それで。マジか。財務室の名前がなんか、今年なんだけど。あ、いけます、いけます。さあ、2本目。体力性 HB300 です。いや、相手にコーチングしながらで出てたんですよ。面白すぎるな。もちろん体力性といえばこの男、シュガーミー。配信台で惜しくもマックに負けてしまいましたが、無限に下投げジャッジがかくってしまうこのルール。さあ、運ゲー始まっていく。あ、アイテムスイッチ OK ですか。アイテムスイッチとフットビーズ。さあ、 1.0 倍アイテムスイッチもね。さあ、 OK ですね、ルール。さあ、ステージは終点です。さあ、シュガミさんってチームクローさん、シュガミ違う。 OK。さあ、体力性。HP は300でお願いします。さあ、HP、ジュニアは、ジュニアさんがクローサーチーム。これ、もしかしたら、一生 DA から空へ空へ空までとか隠れるんじゃん。マジで。さあ、空号 6%。 こっちなんで、しっかり空N で火力取ってる。空N、え、引っ張ってる。さあ、ゲッチ。相手が吹っ飛ばないがゆえに非常に投げの火力が高い。さあ、リエ弱 1? さあ、空N。さあ、じゃあ普通に自分でダメージ食らっていく。おっと、空前。さあ、リエ。さあ、掴んでいく。さあ、空前。さあ、空後。頭の無敵。さあ、やばい。さあ、弱1。掴んでいる。さあ、空前。これ、しっかり回避。さあ、割れる。さあ、下損。さあ、飛ばない。さあ、これが体力性。さあ、非常に崖が辛い。さあ、リエ。飛びすぎ。軽さゆえ。さあ、弱1、完全、完璧。さあ、5、いや、火力が高すぎ。弱、さあ、もう、すでに気づけ 200% だ。さあ、食えない、回避。
えーく、ウェビーを擦っている。大逆転ー。さあ、いや、シュガミさん完璧に勝ったやろこれと思わせてからの DA ウェビー擦り当て神。いや、このゲームスマブラでしたね。体力なんてなかった。体力あらず。さあ、ここで 1-1 の状況で最後クローサ選手でかいタイマー。時はさん、ありがとう。いや、やばすぎやろあれ。普通に HP があの色だったらホカホカ補正塗りすぎてもらったわ。多分あれホカホカ補正多分乗ってますね。乗ってそう、あの吹っ飛びは。そう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 、まあ、あれは多分ゲッチの軽さも悪さしてた絶対に。さすがにと思ったらほんまに死んだ。あ、染さんチームお寿司ありがとうございます。さあ、チームお寿司取っていけ。チームクローザーバーサスチームお寿司グランドファイナル最終戦 3-on-3、 まあ、いい感じに 1-1 なのいいですね。大きいランク大きいタイム。さあ、HP クローザー。さあ、カリンポー選手です。さあさあ、いや、これはいや、ほんまに自分も試してたんですけど、マジで PK ファイヤー無理です。あ、一度当たったら終わります。あ、あの、ストックストック、酸素酸素、 OK、 行きましょう。さあ、大戦場でかい乱闘グランドファイナル最終戦行きましょう。さあ、染さんはチームお寿司を応援している。さすがお寿司リスナー。さあ、このカードフォックス、上京からの展開非常に強い。下の投げ、食う前。さあ、フォックス、復活速度が速すぎ。さあ、いけばいいよ。さあ、ストック、下げ、食う前、食う前、食う前、終わりー。さあ、かりんとうさん、超強い。さあ、下投げ、確定、上京、上京、確定、確定、ウエスマン、出てしまう。さあ、下投げ。さあ、しっかり今度は打ち変更していく。さあ、ディエ、重ね、上京、確定。さあ、回避。ネスやばいですね、ほんまに。上京上京上京1064いや、このゲーム昨日はね、あのラグネルタケで64やってたんですけど、あのクローズさんのネスにしょがりされちゃいしまって。さあ、そうしていく。上京上、さあ、さすがに死なない。さあ、しっかり崖勝って、クーをピークファン、ピークファイヤーちゃうわ、あれはファイアフォックス。さあ、横行きを渋い、渋い丸確保。さあ、食えない、飛び方がいいですね。空母かすらせ、この飛び、いや、ネス強いですね。さあ、空母完璧、スマブラ力見せていく、回避読み。いや、一生後ろ投げしか狙っていけない。ヘッキファイア。さあ、いそう、露骨に後ろ投げ狙っていく。さあ、捕まれたら多分おそらく死ぬでしょう、これ。弱 16% 発生2フレから 16%。 何その暴れ。クイックさん、クリップありがとう。クイックさんマジありがとう。さあ、横スマン強引、ジャンプ高すぎ、空へ着地。さあ、レキオ完璧、空後飛びすぎ。いや、これはいいですね、めちゃくちゃいい勝負。グラウンドファイナル伝わしい。さあ、下投げ、右へ確定、上京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 。さあ、空後、さあ、回避、回避が強い。さあ、しかし一度掴め、掴んだ PK ファイア当たれば終わりですね、これ。さあ、PK ファイア、さあ、PK ファイア、さあ、掴みたい。下投げ、空前、空、空後、空後、完璧。なんやねん、このゲーム、ほんまに。いや、コンボ選択完璧すぎて笑うわ。下投げ SJ 空前から、大ジャンプ空上からのもう一回空上で死ぬ。あれ、池辺さんが超過したやつでしょ。あれ、池辺さんやってたやつですね。やってましたね。これはおそらく広島の会場来る前に池辺さんの動画100回ぐらい見てますね。絶対練習してますね。さあ、完璧なコンボ選択で優勝はチームお寿司です。おめでとうございます。さあ、チームお寿司さすがですね。
そう。コソスナ多すぎるよ。いや、マジでコソスナ多すぎ、広島。では、一旦休憩挟みましょうかね。さあ、チームお寿司。これでメインイベントの半分の、ルールランダム3-on-3終了。